中国地方山陽の中心、ここは広島県広島市広島駅です。頑張ろう広島と掲げられているのは、この広島の街が先日、広島の街というよりは少しクレセントが山の方でしたけれど、先日また豪雨がありまして、また台風の影響などもあって、鉄道とかにも大きく被害を及ぼしたような、いろいろ災害が起こったからだと思われます。本日は広島の市内観光、広島の街の中を紹介するということは、前にもやったことはあると思うとか何かがあるんですけど、まあでも別にまたやっても別にいいしね、前の時と今とでは違うし、大体当時の動画を見てくれてる人ってあんまりいないと思いますんで、もう一度じゃあ改めてこの広島県の重要な街、広島市を見て回る必要があるだろうと、まあそういうことです。時間に余裕がありましたら、穴子飯とかも食べていきたいと思うんですけどね、あれ美味しいですよ、上野の穴子飯、おすすめですからと、非常にわけのわからないことを言ってますが、目の前のところにですね、ここ広島電鉄、路面電車がたくさん通っておりまして、これでもって広島の街へ繰り出すというのが通常の流れです。2番乗り場というのかな、2番系統の、それの広く宮島口行き、これが観光客もよく利用するものだと思います。広島の街の中心部、これが八丁堀、それからまたもうちょっと行きますと平和記念公園、原爆ドームなどがあり、もっと先へ進めば、宮島口か、このね系統は観光客にもよく利用されているところです。他にも宇品の港の方とかね、そっちの方へ行く人もいるようですが、だいたい2系統なんじゃないかな、ちょうど人が乗り始めています。おられましたら、出ててもございますが、電車から離れてお待ちくださいませ。広島電鉄の路面電車は街の中でも本当に重要な交通になっていまして、3両もつながっています。これ結構路面電車としては長いものです。大勢の人たちがもう満員電車をこの中で形成し、車掌さんも乗っていて、普通のバスみたいに、両替式なんですけど、両替機じゃなくて車掌さんから両替をしてもらうという、なんだかアナログなスタイルなんですよね。電車はこんなに新しいのに、こういった旅行を慣れている人でもちょっと癖のある乗り物という感じですが、スイカパスモも最近では使えるようになりました。またその路面電車の走っているところはね、これ別に広島特有のことではないですが、こういうふうに昔ながらの軌道が残されているところが多くて、昔は街が全部こんな感じだったんだろうなと思わせるような、そんないいものになっています。ともかくこの八丁堀が広島の街の中で中心部分になっておりまして、それともう一つお隣の神谷町かな、だいたいこの辺が広島の本当にど真ん中、商業、それから経済、政治の中心もこのすぐ近くにありまして、広島県庁はこのまっすぐ行ったところにあります。レトロ町の石造りの中国銀行があって、目の前に三菱銀行があって、そこには広島銀行があって、だいたい経済の中心だなって、銀行がずらずら並んでると、そんな印象を持ちますよね。消費者金融もたくさんあります。結構広島ってレトロ調のものとか、あと本当に原爆以前からのものなんかに、残してるんですけど、これは多分残してるっていうよりは復刻でしょうが、こんな感じの電話ボックスもあるんですね、昔風のもの。街を歩いていてもこういう石畳とかがなんとなく古めかしくて雰囲気を感じさせてくれます。いわゆるモルガン・スタンレー証券、それから青空銀行、もう銀行ばっかりですよね。穴吹鉱山ってこれは多分違うと思いますけど、広島県の特有な光景、傾向といえばね、これですよね。祝3連覇、これ手作りですよ。広島に元気をありがとう。これもカープ坊や、これも手作りですかね。いや、これ手作りじゃないか。これあれですよ。SMBC のはね、住友の日興証券なんですけど、証券会社のこういうお店でも普通にね、広告スペースを潰してまでカープありがとうってやりますからね。これが広島県ですよ。このように立派な上りも立っています。おなじみ原爆ドーム太田川はここです。太田川は三角州デルタ地帯として広がることで有名でして、広島のデルタとかなんとかとか言いますけれど、ここにあります。これがちょうどね、ここの部分で今三角になって分かれているところで、この真ん中の中洲に平和記念公園があります。原爆ドームのところ行ったらね、今日もまた、大体原爆ドーム行くとそういう人がいるんですけれど、おじさんがいらっしゃって昔の広島の話なんか聞かせてくれたりとかね、外国人向けに英語で話す人も多いようですけれど、いらっしゃいました。そのおじさんはね、今81歳ってことだから、今2018年ですんで、81を引きますといくつになるの、ちょっと計算ができないんですけど、多分当時8歳かなんかだったんじゃないのかなと思うんですが、違いますかね、多分そのぐらいの年齢のはずです。で、被爆してご両親も亡くされたとか、そんな話を聞かせていただきました。ただ昔はね、この広島の街もまだ街のコミュニティが狭かったので、この被爆地から、原爆震地から 1.4 キロのところにお住まいだったそうですが、昔のその周りの人たちに、コミュニティに支えられて生きてきたと、そういうふうに聞かせてくれました。
東京へ行くときはね、あのブルートレインで行くのが憧れだったので、そんな話も鉄道マニア的には嬉しい話もね、いろいろ聞かせてもらいました。この原爆ドームの保存についてはそのおじさんからも聞かせてもらったんですが、まあ、かなりいろいろあったそうでして、今ではこのように広島の宝みたいな感じで扱われて文化遺産にも登録をされているわけですが、もともとはまずこんなものをここに残すなんて良くないんじゃないかとか、それからここにこんなものを作るよりも広島市民のためにこの土地を活用するべきである、これは解体しようとか、さまざまな意見がありましたが、当時の広島市長の方が一生懸命これを、いや保存するべきだということで尽力されまして、そして現在にまでこれが残されていて、海外からも大勢の見物人を集めているというわけです。まあ、これは外国から来た人にどういう感想を与えるのか分かりませんけれど、まあ、一つだけ言っておくと、まあ、これね、そのおじさんにも私も確認を取ったんですが、これその被爆した建物の中ではかなりよく残っている方なわけでして、まあ、大体のこういった類の建物はもうみんな瓦礫と化してしまったわけですから、これがですね、あの広島の町中でこれだったというわけではなく、まあ、広島の町中、この原爆ドームよりももっとひどい惨状であったと、そういうふうに想像するのが原爆ドームの正しい見方です。これはまだマシな方だということですね。あの原爆の被害というとかなり多いのがやっぱり放射線のイメージだと思います。これはね、いろんな人に聞いてもそうなんですけれど、実際には原爆はまず1万2000度というとんでもない、あのあそこにこう太陽があるわけですけど、あれの2倍ぐらいのところが上空500メートルぐらいのところにこう突如として出現して、あの座っていた人がね、もう一瞬にして溶けてしまったとか、まあそんな感じなわけでして、それでまた時速1400キロだったかな、時速に換算するとそれぐらいのとんでもない爆風が吹いて、窓ガラス、ああいうところもうガラスなんてのはね、立派に存在していた時代ですから、そういったものがみんなことごとく割れて突き刺さって、体中ガラスだらけとか、まあそれでもちろん爆風に吹っ飛ばされて物に巻き込まれて亡くなったとか、そういう方も多いわけでして、実際には原爆の本当の一番の恐ろしさというのは、もちろん放射線の被害も大きいんですが、第一に熱風と第二に爆風と、まあ、そういうところなんだそうです。原爆ドームもその当時熱風によって焼かれて、爆風によって建物が解体されたその姿がよく留めています。例えばあとは広島城がこのですね、南の方に行くと、北の方に行くとありますが、ちょっとここからでは見えないようですけれど、広島城も原爆の投下によって壊れた建物の中の一つですが、こちらは熱風は耐えたものの、とんでもない爆風によって全て崩壊してしまったんだそうです。原爆っていうと放射線が怖いってもちろんそうなんですけど、もしですね、皆さんの上にこう原爆が落ちてくるようなことがあった時には、まずはその熱線と爆風から逃れられるところをまず第一に探して、その後でもちろん放射線のことも注意した方がいいけれど、まずは放射線だから、川の中に潜り込めば、あの水を通さない放射線で結構ありますけど、まあでも川が一瞬で沸騰してしまって、もしかしたら煮えてしまうかもしれないとか、そういったこともありますので、原爆の恐ろしさ一つではないんだよということだけお伝えしておきます。よく平和記念式典とか行って NHK で8月の6日の朝8時から中継をしている場所はここです。大体こんな感じのアングルで少し上から映されるのがその光景だと思います。平和の日がな、これは原爆の日ですけれど、それはずっとここに燃やされていて、もちろん予備の種の日もどこかには保存されているんでしょうが、原爆のその時に、ここで何か建物が焼かれた、その日がずっとここに保存はされていて、今でも燃え続けているわけです。私も中学の時に、ね、ここ1回だけあの来て平和記念式典見に来たことありますけど、当時菅首相でしたが、あの参列者といいますか、まあ、見学者というのか分かりませんが、この敷地のところで待っている人たちがみんな一斉にですね、カメラを取り出して菅首相を一生懸命撮影しようとしてたのを覚えてます。ちょっとそれはね、あの平和記念式典で別に菅総理の写真撮ってもしょうがないというか、それをやりにくいのはちょっと違うんじゃないのかなと当時から思ってたんですが、うん、まあ、やっぱりどうしてもミーハー気質というのはどんな場所でも、このような厳かな場所でも抜けないみたいです。何年ぶりかに久々の平和資料館も行ってみたんですけどね、なんか随分少ないなと思って、昔あったようなものが全然なくて、あれこれだけで終わりかと思ったんですが、あそれはですね、昔ここにあった、まあ昔というか割と最近まであったこの
本館ですね。本館は今リニューアル中になっておりまして、全てここの展示が今、入れないような状態だそうです。まあ、それでも十分に必要なものは見ることができたと思いましたが、まあ、ただこれだけ逆に、ね、こんだけ大きなこう建物が横にあって、それでもそれを全部見せなくても、十分にこう衝撃的な展示になるのかという、やっぱりなんていうの、すごい平べったい言葉になりますけど、原爆投下っていうのがいかにすごい衝撃的なショッキングな出来事だったのかというのを改めて感じることも逆にこのことからできたような気がします。2019年の3月とか言ってたかな、それぐらいからまたこちらの本館もリニューアルオープンだということでして、なんだかちょっと昔よりも綺麗になったような感じもするし、展示の方向性とかもまた今の時代に合わせて多少は修正するんだろうし、また広島に来た時にどうなっているのか個人的に見てみたいところです。もっともあんまりね、 YouTube の動画とかその中でたくさん撮影することはちょっとね、やめといた方がいいと思いますけど。東京に住んでいると京都、奈良は修学旅行の目的地として定番ですが、これが高校生ぐらいになるともう京都、奈良は行ってるし、じゃあ今度目的地として広島と選択されることも多いようです。また関西の人たちだと、関西の人がね、京都、奈良に修学旅行行くにはあまりにも近すぎますから、やっぱりそこは違うということで、やはり広島は平和学習ということもあり、修学旅行の目的地としては公的。今回もそこで小学生たちが何やら歌っているようです。ちょっと何を歌っているのかここで聞いている限りではあまりよく聞こえませんけれど、だいたいおそらくここで歌うために練習をしてきたんじゃないかなと思います。だって広島メーカーといえばもみじまんじゅうです。まあこれはかなりね、知られてるものだと思うんですけど、の生もみじっていう種類なんですよね。もみじまんじゅうにもいろいろあるそうなんですが、こっちにはね、またさっき実は広島駅でお会いした方が私になんと親切なことにお土産を持ってきてくださったんですけど、もみじ、生もみじは実はこのお菓子の真似なんですよと、そういう風に教えてくれました。まあ、だからこれよりもこっちのやつの方が元祖らしいので、それはまだ何のお菓子なのか知りませんが、開けてみたいところです。だからこの生もみじというのがおそらく広島県のお土産で最も主要なものであると思われ、いろいろ手を変え品を変えという感じ。今度はね、お餅、なんだこれだと思うんですけど、餅が入ったもみじまんじゅうまで売られているようです。ごめんなさいと思ったんですね。これね、生もみじだと思ったら違いましたね。生地が割としっかり焼いてあるやつで、もっともっちりした生もみじはね、またこれも別に生もみじとして記して売ってるみたいでした。混同しちゃいましたけど、こっちが生もみじなんですね。なんか見た目はあんま変わらないんですけど、生地がかなりこう、もっちりしてる感じ。何がどう生なのかはよくわかりません。いや、焼いてんだろ、どこが生なんだよって感じですけどね。あとこれで生地生で出されたらまずいに決まってますよね。まあよくわかりませんが、ちょっと雰囲気が違うのは、確かにはっきり感じます。今度は高校生たちも、ね、小学生たちとすぐ入れ替わりできたようです。原爆の供養塔がここにありまして、でそれでまず一旦ここへ来る学生たちというか生徒たちというべきでしょうか、手を合わせてということをするんでしょう。多分修学旅行の平和学習の定番コースなんだと思います。それはそうですよね。でも平和記念公園 でこういうところへ来て、まずやっぱりそういうところで最初の印象を作ってから平和資料館に入っていくというのが、まあ、一般的な流れでしょうか。でも広島はね、食べ物も美味しいし、昔ながらの大都会であり、で街の雰囲気も良くて、それからこのような名所とでも言うんでしょうかね、これは勉強にもなりますし、物事を考えるきっかけにもなるし、まあ、単純に昔のあのような兵器のその効果をその世に知らしめるようなものは、で戦争が悲惨であるかないかとか、そういうことを考え抜きにしても価値のあるものだと思いますので、観光する街としてね、非常に広島は訪れて質の高いところだと思っています。まあ確かに、京都に、じゃあ京都に行かない修学旅行の行き先としてはどこかといえば広島が上がるのは納得です。まあ、ある程度広島の街で見るべきものといったら大体こんな感じで、これからまた路面電車に乗って八丁堀の方面を通り抜け駅まで戻ることになります。街の交通として欠かせない路面電車ですが、原爆が落ちた時に被爆電車として使われていたようなものもあって、歴史を紡いでいます。電車が左に曲がります。ご注意ください。次の遠行バス長は電停の幅が狭いため、降りの際には電車や自動出口は左に込み、入り口扉が開きました箇所は出口。広島市内の移動にはこのように路面電車を使うんですが、普通の路面電車で行きますとやっぱり混みすぎていて都合が悪いという人もいるわけです。そういうのは団体のお客さんですが、そういう人のためにこんな貸し切りの路面電車まであるんですね。いろんな列車が入れ違い、広島駅は忙しいところです。その貸し切り列車に乗るのはここで待っているような修学旅行生とかでしょうか。修学旅行生たちは貸し切りの電車に乗り込むみたいです。ちょっとね、顔とかが映ると特に中学生は悪いかな、高校生かな、悪いかなという気がしましたんで、あんまりしっかりとは絶対映さないようにしましたけど、あの人たちの中にもなんか私のこと知ってる人がいたみたいですね。あ、神だなんて言ってる人がいたけど、その大丈夫なんですかね。知らない人たちになんだあいつらはと思われていたかもしれません。
原爆投下の翌日にはもう宇品線が開通、そして2日後には山陽本線が復旧という、ものすごい類まれなる回復力で原爆からも早急に立ち直っていったその広島の街、本当にすごいですね。翌日に復旧ですよ。それはもちろん当時の輸送大動脈であります山陽本線が潰れていては広島の街の復興も全くありえないという状態でしたが、本当にこの当時の人たちのガッツのすごさたるや想像を超えるものがあるようです。